どうも、南光一です。私は熊本市立千原台高校の校長をしています。このチャンネルではですね、千原台高校の話題もいろいろお伝えしているんですけども、最近はですね、ちょっとサッカー関係、ロアッソのですね、話題を中心にサッカー関係の発信が多くなって千原台高校のお話をしてませんでしたので、今日は久しぶりにですね、千原台高校の話題をお話します。実はですね、千原台高校は伝統ある学校でしてですね、本校のですね、同窓会の、ね、名前をですね、熊本の熊と城と、お城の城、熊本城の城を書いて友情会と言います。で、今回なんとその友情会のですね、開放がなされました。じゃーん、こんな感じですね。でですね、毎年ですね、同窓会の方々を中心にこの開放を出していただいているんですけども、今年の話題はですね、生徒たちの頑張りということだったりとかですね、あるいはこんな OB の方々が活躍してますよというのをですね、紹介したやつもありますので、ちょっとだけこの中身を紹介していきたいと思います。まずトップ記事はですね、なんといってもこれですね、千原台高校女子駅伝3連覇拍手ですね。12月20日から20日の日ですね、京都都大路ですね、熊本県を代表して駅伝を走ります。私もですね、京都の地まで行って学校を代表して応援していきます。そしてもう一つですね、これも前お伝えしましたけども、自転車部の中村栄斗君、全日本2連覇ということで、この2つがトップの記事に来ています。でその他にもですね、私の挨拶とかもあるんですけどもね、それはね、軽くいいんですけども、この中にはですね、どういうことが書いてありますかと言いますと、卒業生のですね、方々の活躍がたくさん書いてあります。で、卒業生にもですね、いろんな方がいらっしゃいまして、お一人はですね、戸田剛さん、旭日小綬章というですね、勲章を受けられました。税理士としてですね、長年活躍をしていただいてまして、今年ですね、友情会のですね、この会の幹部もしていただいてます。それから、岩下裕太さん、ハンドボールのですね、現ですね、日本代表のゴールキーパーです。本校卒業してですね、早稲田大学に進学し、現在ですね、トヨタ紡績九州というところですね、正ゴールキーパーで、日本代表の正ゴールキーパーですね。そして荒木翔太さん、これは昨年卒業生ですけどもね、彼はソフトバンクホークスで今ですね、育成選手として頑張ってます。プロ野球選手になりました。ぜひですね、今年ね、ソフトバンクシュート選手が活躍しましたけども、彼も育成出身です。ぜひですね、荒木君は内野手です。サードのですね、松田選手の後継ぎとしてね、大活躍して、数年後には村上選手のようにですね、大活躍してほしいと思います。続いてもう一方ですね、大関の正代関のお母さん、正代理恵さん、なんとですね、我が千原台高校の OG の方です。正代関ですね、秋場所優勝しましたね。私もですね、相撲大好きです。秋場所の千秋楽、正代関が優勝を決める視線はですね、正座してみました。まだまだですね、コロナでなかなか熊本に帰れる機会も少なくて、母校の音楽場中や熊野にしか行けてませんがね、お母さんの母校の千原台もいつかね、訪れてくれるといいなと思います。こうやってですね、たくさんの OB の方々も OG の方々も、各界でご活躍されてます。熊本市千原台高校の OB 会、友情会について今日はご紹介しました。多くのですね、OB の方々に支えられて、千原台の現役の生徒たちも頑張ってます。現役の頑張りとしてはですね、生徒会活動で、コロナのね、感染防止のために頑張っている医療従事者の方にメッセージを送ったこと、それから千原台フェスティバルでですね、ダンス愛好会がですね、こうやって素晴らしいダンスを披露したこと、それからですね、男子陸上部の皆さんがですね、人吉の方にですね、人吉から来ている部員もいるということでボランティア活動に行ったこと、それから、本校2年生のですね、以前このチャンネルでも紹介しました小川サンシャインさんが英語スピーチ大会で、全国3位になったこと、こういった話題がですね、紹介されています。OB の方々、OG の方々、今からですね、友情会の開放送付されますので、ぜひですね、お読みください。ではまたこのチャンネルで千原台高校といろいろ紹介していきます。またこのチャンネルでお会いしましょう。またね。